どうも皆さんこんにちは、ちくわ大好きタックです。はんぺんはんぺん言うとりますけども、本日の企画こちら、ドン。2秒で恋仲候補が見つかる出会い系アプリタップル誕生は本当に2秒で相手が見つかるのかということです。まずはですね、こちらの画像をご覧ください。はい、こちらツイッターの公式のアカウントなんですけども、そこにですね、はい、2秒で見つかる恋仲候補登録無料の恋活アプリとタップルって書いてあるでしょ。これ2秒に1人見つかるわけですよ。あ、この人いいなって思う人が2秒っすよ。で、次の画像こちらドン。はい、これアプリのダウンロードページなんですけども、こちら下の方見てもらっていいですか。右下、1秒に1人がマッチングって書いてある。だから要約するとですよ、だから1分間で60人の人と付き合えるってことですよね。要は検証していきたいと思います。はいはい、というわけで登録が完了しました。今登録完了してホーム画面でございます。こっから2秒ですよ。2秒数えますよ。いきますよ。3、2、1。2秒で見つかりませんでした。いや、そりゃそうだ。そういうやつやん、そういうキャッチフレーズやんな。あ、かっぱえびせんみたいなもんですよ。やめられない、止まらないっつって。いや、止まるやん、腹いっぱいになったら止まるやんっていうお話ですよ。なんで、まあいいや、今回ですね、これなんか自分のカテゴリーを決めれるんですよ。旅行が好きとか、カフェでゆったりしたいとか。で、その決めたカテゴリーと同じ趣味の合う人にどんどんいいねとかできるんですよ。そっから向こうからもいいねが返ってくると、まあ、メッセージのやり取りだとか、ここでタップルが成立するというわけなんですけども。じゃあ、ちょっと今からですね、僕がいいなと思う人を、まあ、できる、今日、マックス120人できるんですよ。なんでそこまでやってみて、ちょっと時間を置いて、見てみたいと思います。さあ、どうなってるかってことですよ。はい。はい、というわけで、あの後にですね、100人ちょいの人にいいかもっていうのを押して、今、3時間くらい経過しました。どれぐらい相手からもいいかもが返ってきてるのか見ていきたいと思います。さあ、どうだ？ちょっと見ていきますよ。はい、ドン！相手からのいいかもがありません。おい！あ、皆さん、あの後ですね、ちょっと顔写真とかプロフィールを決めてなくて、ちょっと決めないとなと思って決めたんですよね。そして10分ぐらい経ったぐらいですかね、今いいかもがですね、10分経ってますね。イケメンってつらみ。今なら僕がいるので、ぜひ皆さんですね、タップルインストールしてみてください。タップルによってあなたの運命の人が見つかるかもしれません。